94式系迫撃砲94式系迫撃砲は、1934年、昭和9年に完成し、1936年、昭和11年に、正式制定され、大日本帝国陸軍で運用された迫撃砲。通常の迫撃砲ではなく、毒ガス専用のガス弾投射機として開発された。ガス弾投射機兼榴弾仕様の迫撃砲として、 ストークブラン式迫撃砲を拡大する形で研究開発された。原型から後継、射程とも増大したため、反動を受け止める床板、小半、本校の画像中ビスプレートと呼ばれている部分の大型化の対策として簡易な中体複雑を方針と床板の間に設けたが、このために構造が複雑化してしまった。なお、 同時期に研究開発された96式中、迫撃砲も同様に中隊複雑器を持つ。なお、本砲が軽迫撃砲と呼ばれるのは、後日のようにその開発経緯によるものであり、運用形態はむしろ重迫撃砲に相当するものである。当時の日本陸軍においては、不評大隊、中隊などが運用する迫撃砲は極者不評砲という名称が付与されており、 こちらは、ストークブラン式迫撃砲をもとに97式、極射不評砲が相当数生産されている。1931年、昭和6年、フランスのストークブラン社より、合計 81mm の迫撃砲の売り込みがあったが、当時は92式不評砲の導入が決定したばかりでもあり、不評砲としての採用は見送られた。しかし、 同形式の迫撃砲は研究開発のようがあるという必要は認められたため、同社より特許及び見本を購入し、研究が進められた。研究方針は以下の通り、この方針を見てもわかるように、本法はストークブラン迫撃砲の威力の拡大を狙って開発されたものではない。後継の 90.5mm も、 81.3mm 弾の炸裂威力を増すためではなく、毒剤液量と火砲重量の兼ね合いによって定まったものである。ドイツの NBW35 やアメリカの M に0 7 m、mm、m 迫撃砲などと比較すると弾量、薬液量は少ないのの、これらと類似の整備目的で開発された火砲であり、実戦では独立迫撃大隊によりもっぱら、榴弾による、 火力支援を行う重迫撃砲として運用されたという経緯も M207mm 迫撃砲と類似している。なお、満州事変及びその後の中国大陸での実戦の結果、有力弾を発射する軽便な極射不評砲の必要性が認識され、こちらは別個に97式極射不評砲、合計 81mm として開発された。 当時陸軍科学研究所では、毒ガス弾の投射器として、蒸気の合計 10cm に加え 15cm のものも研究しており、同時期陸軍技術本部でも、合計 15cm の90式計迫撃砲を開発していた。類似化砲を別個に開発するのは非効率的で、あるという理由から1932年、昭和7年4月。 両所の担当者が合同会議を開催し、改めて技術本部において、K、中、銃の核迫撃砲を研究することとされた。この内計が本法である。銃は96式銃迫撃砲として完成した。中については、K の拡大版とされ、本法の研究終了後に引き続き研究され、96式銃迫撃砲として完成している。1932年、 昭和7年10月より設計に着手、翌年5月に施政法が完成したが、前述のようなガス弾投射機としての性能を満たすため、原型のストークブラン法から、射程の延伸、後継の増大を求められたため射撃反動が大となり、衝撃を受け止める床板が大きくなり、運搬、操作の面で問題となった。このため、簡易な中退服座きを設けて、反動を吸収させ、 床板の小型化と全体の軽量化を図ったが、構造は複雑となり、操縦量も1 6 0ラム近いものになってしまった。これを受け、後継の97式計迫撃砲は軽量化と構造の簡略化を意図して中体腹咲を、小、反動に対しては、木材の副床板を敷く形を取ることになったが、副床板を含めた操縦量は本法よりも、 若干大きくなっていた。なお、本法は、榴弾射撃の場合の精度が不足とされて中退期が追加されという説もある。中退座崎付きの施政法は1933年、昭和8年12月、1934年、昭和9年6月、同年8月の3回にわたって、各種試験を繰り返し、その後科学戦兵器として、陸軍奈良市の学校と、 迫撃法として、陸軍不評学校とに委託して、実用試験が行われた。砲兵火器であるにもかかわらず、不評学校が審査を行ったのは、局者不評法や敵弾頭といった敵者火器の経験が豊富であり、陸軍や戦砲兵学校よりも適正な評価を行えると考えられたためである。本法は、不評ではなく砲兵、しかも装備の良い独立迫撃大隊に、 配備される方であり、この時点では、機動力については、低いという評価はされていなかった。1935年、昭和10年に仮正式、1936年、昭和11年に、正式制定となった。これについては、奇襲効果を高めることを目的として、第一級秘密兵器として制定され、その存在は秘匿された。ただし、本法が、 軽迫撃砲であるのは特に秘匿の意図があってのことではない。分解打載が可能なものを、軽、分解しても射載が必要なものを中とし、軽、中は、毒ガス投射兵器と区分、重砲兵の装備する超大型迫撃砲を銃とし、銃は、工場砲として区分したという単純な事情があったのみである。本法は1936年から1939年。 昭和14年までに450門ほどが製造され、主に中国戦線の迫撃大隊の使用兵器として配備された。迫撃大隊は3個中隊編成で、1個中隊あたり本砲12門を装備した。実戦で使ってみると構造が複雑で、重量も若干課題とされ、生産は中隊副崎を省略して、 構造の簡略化と軽量化を図った97、四季迫撃砲に移行したが、本砲そのものは、第二次世界大戦終結まで現用とて使用され、続けていた。大阪造兵賞、第一製造所の調査によると1942年、昭和17年10月までの生産数、過法製造完成数は608問であった。楽しく、ご覧になりましたら、 購読と良いです。クリックしてください。